松さんと A さんがやっている。なので、カメリア君と、イニオフリナでお願いします。悪意しかないな、びっくりするぐらい悪意しかなかった。さあ見ていきましょう、 A 兄弟の試合でございます。さあバレルテイガー対船長狭間。まあ狭間ウロースが3本になったことによってさらに立ち回りを徹底することができていく。そしてダメージを確認取っていきたいところだが、船長やはり練習していない、練習していないが、このところは地味に勝率だけは高い。やることもやっていく、結構腹の立つ狭間なんですよね。さあウロース、ウロースしっかり巻いてダメージをしっかり確認取っていく。テイガーとしてはやはり我慢の時間が続くようになるのではないでしょうか。とは言ったものの、テイガーもね、今作なかなかキャラパワーを感じる部分は非常に多いので、1回でぶち出せる能力はかなり高いのが持っているんじゃないでしょうか。スパークロードでラインがこれ上がりきている状況、非常に狭間としては逃げたい。そして確実に逃げていく。次のところを5番に落として、結果的に画面端を押さえているような狭間。ブレンバイスで対空をずらしていく。テイガー突っ込んできて、ガシェイカク、5A5C5DC、ウロボルス、ウロボルス。じゃあ、こう、お決めは、あえてしない。まあ確実にやった方が狭間からしたらどう考えてもいいんですからね。さあウロボロス、ウロボロス、ウロボロス、スパークロードをしっかりガード、 4D スカルト、 4D ウロボロス刺して、ザイがミスっている。練習しましょう。テイガーが1回だったらこれですわ。 5D5C5D どうだ、しかりでもダウンを取ってボタンを押しているらしいんじゃったか。もう一回対空ガードして、5D カウンターするものの潰していただく。ジャイアントを避けてゲットリー。80秒間我慢し続けたバレルテイガーが1ラウンド目取っていく。まあもう狭間としてはね、これを徹底し続けるということしかないですからね。それでは新兄弟のカメリア君とウニオでお願いします。さあ実況を行っていきましょう。気づけばバレルテイガーは妊娠対抗からダウンはもう一回取り直し、狭間の防衛に対して、あれ多分バックス読みですよね、きっとね、バックスの防止読みの防衛余りだと思われます。さあ B 兄弟のアブサル君勝ったので、まあ俺かな、あ違うな、アブサル対フミライチ、アブサル対フミライチでお願いします。あごめんなさい、まだでしたね。さあ狭間としてはウロボロスをもう一回巻き続ける作業に戻っていく。しっかり触ってダウンからのウロボロス、ヒット確認からゴミ三振ガショ、ゴミ星ウロボロス、ウロボロス、ジャーコー再び呼び出し戻ります。はい、じゃあ僕と原さんやっちゃいましょう。 B 兄弟で僕と原さん、ラグな同キャラでございます。 B 兄弟で僕と原さんです。はい、というわけで一流の選手の戦いで私は嬉しい。テイガー、さあというわけでちょっとね、前半戦は駆け足でやっちゃいましたけども、今のところ今ですね、 A ブロックのブロック決勝と、B ブロックは今2回戦のところで、 C ブロックも今2回戦やってますね。それが終わったら各ブロックのブロック決勝に進んでいく感じになりますが、さあ今回は C バンダイの方では 2-0 勝利していったのは白面ということは、カメリア白面が勝利、おめでとうございます。では中尾さん、 C バンダイを文字合いに戻してください。お願いします。まあ、というわけで、ね、ちょっとここはお休みいたしまして、 C バンダイの試合に戻します。さあ現在こちらの A バンダイのテイガー対ライチ、お互いにダウンが非常に高いこの2人の対戦、特にねライチは結構東京とかの方ではレアキャラ扱いな感じなので、結構今日の大会の注目の選手じゃないかと思います。さあ立ち回りでテイガーを圧倒してるが、お得意のグレンパニッシュからの対空ずらしてダメージは50歩入って3900、いや4000超えて8ターン、ありがとう。さあ1通で回路が終わったらキャンセルスレッジで
一通を耐えてからのアトミックコルナー、ワンツカムレが西コルナー、そしてクーロラー、いよいろすごいぞ、バルルテイが一歩捨てて。さあ2段目、やはり立ち回りの制圧を取っているのはクビライチ。投げ指導からもいいダメージ、ダウンは取れなかったが、そしてビバダの方ではリョーラグナーがここで勝利、おめでとうございます。まずは、決勝リーグ進出の1人目リョーラグナーです。ではすいません、 C のブロック決勝もビバダでやっちゃいましょう。では、ビバダの方で、マコト使いの松さんと白面使いのカメリアさん、松さんとカメリアさんでやりましょう。こちら B 番台です。決勝リーグの3名が決まったらそこから1台進行になりますんで、そこまでは2台進行で進めていきましょう。じゃあせっかく両さんが決勝リーグまで勝ち上がってるんで、ちょっとここはしばらくは試合に集中していただく感じで自分が進行をやっていきます。さあ、というわけで B はまだ2回戦なんですが、2回戦から激激の熱々の展開。さあ端に追い込んだテイガーだが、体力差は歴然、そして結構時間も気にしなければいけないようになってきましたが、もちろんもう OD がたまる見込みがないテイガーに対して、とにかくじっくり時間を使っていくライチ、グレンパニッシュ、うわー、そしてホイール、おそらくバーストを1点で読んだ感じ。さあだから時間がないから、まずは投げていきたい、そしてあとは時間を消化するコンボ。さあ、タイムアップ、これで1-1、最終ラウンドだが、バースト状況は依然有利なのはライチ側。耐久動き、なるほど。さあ中距離から棒をうまく前に進めて、さあ4センチから取っていく、熱波は青でつながってしまった。ここからの強気な選択肢通していくバレルテイガー、バースト打った。さあこのラウンドもうバーストはたまらないんじゃないかなと思う。違う、これテイガーも使う、うっ、ハンマー、いや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 、4000近く取ってからのスレッジアッキャンからの下段が通って、まだ残るか、置き攻め、下段ガード 6B からの読んでるアッキャン、ナイスガード、最後の最後に三振が待っておりました。 2-1 で勝利していきました。こちらが、ライトじゃなかった、テイガー使いのバレルさんが、ブロック決勝進出、ブロック決勝。さあそれではバレルテイガー対アブソルイゼル、さあゴビシドから球を回収していきつつ、八回りはやはりイザヨイが自分のペースを掴んでいく。まだまだ球もいっぱいあるでよからの置き攻め。さあここはまずは下段を通してから2球勝負で2300、さあここ磁力がつく。さあここで一瞬にして攻撃が怪しくなるが、置いたゴビが水曜試合で結果オーライ。さあこれでゼロ式ゲージじゃないが、玉なしコバーでガリガリ攻めていく、お見事。まずは1本先制はアブソルイザイ。さあ続くラウンド、構えキャンセルを駆使しながらプレッシャーを与えていくが、そんなプレッシャーは生え抜いていくのはこの男がバリューテイガー。さあ橋田は溜まったが、
ソファーが通る。そして B 番台の方では21勝利の誠使いの松さん、おめでとうございます。というわけで、C の代表が誠使いの松さんです。さあ一方亀川内では追い込まれているバルデがここからの逆転劇果たしてあるか。ここが定義扱いの見せ所。劣勢になってから輝きを放つこの男たち。さあ5000奪ってコパン指導。さあさすがにコパン指導はあーんだとなんじゃと。さあガーキャン読みかそれともイリス読みか、いずれにせよここでやはり起こしてきました。逆転してこれで最終ラウンドだが依然変わらないこの状況だが磁力がついて、おはっおっ、さあ強気にアルファを置いていく。さあホバホバ弾は抑えめにしていきたい。さあ上から上からかぶせていくが体力が多い手がここでバーストがついに溜まって、あーチェネとって位置が入れ替わり端を背負ういざより、これは怖いぞ。ホライザー打ったがオーティー50カウンター。これってどうなの、50溜まるの、あー溜まりそう。スパークボルトかよ。いやすんばらしいがまだ残っている。うわー勝負ずえさあというわけで、B ブロックの代表になりましたのはテイガー使いの